んポンポムゆりです。今日はこっち、どうもひよりんこです。ひよりんと、どうもまさきです。はい、まさきとねちょっと今日遊んでるんですけど、今から下北の猫カフェに行ってきます。行ってきます。その様子をねちょっと撮ろうかなと思ってるので、ぜひ最後までご覧ください。バイバイ。こちら猫喫茶、なんて読むんだろう、空陸屋に行きます。中だよね、ロッカーあれ、ロッカーに置いてくださいみたいなこと言われた、あれ言ってない、100円で払わなきゃいけない、これだよね、勢いすごいね。どういうこと？ちょっと面白い。めっちゃ子猫いるのやばくない？もうこの映像だけで面白いんだよね。これだけ観察してる。あ、一番乗り。以上。以上。終わり。あ、まさきだ。おしゃれだし、この子いるのすごい。こんだけさ、すごいさ、人混みから来た風景に癒されるね、やばかった、代々木公園とかマジやばかった。かわいい、かわいい、かわいいな、お前は。いやー、かわいい。今痛かったでしょ。そう、なんかアヒルみたいな声するガーって耳垂れてる。かわいいね、猫鍋、めっちゃかわいい。この猫がモフモフでかわいい。うわー、かわいい。お腹、かわいい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 。サイコパス。
ってた。なんて言ってた。降りれんじゃない。顔ちっちゃい。慣れてんね。ね、うん。怖がらない。バイキンだよ。ん？なんだそれ。なんだろう。かわいい。ゴロゴロ言ってる。本当？うん。わかんない。鼻が詰まってるのかもしれない。鼻声。ゴロゴロ言ってる。ガチね。ガチネタね。あれだよ、あれがなんか、なんか見えるね。つまり違う。なんか見える。なんか見える。マークってこれ？マークってこれ？裏側なんだよね、ここ。渋谷。マークシティがここにあるのに見つからないから。はい、ということで、猫カフェもね、行って、その後下北でちょっと遊んだんですけども、楽しかったね。また行きましょう。バイバイ。まさきが迎える。ありがとう。